こんばんは、ルミです、今日は2023年の6月3日19時50分ぐらいです。あと10分ぐらいで、待機が終わるのでちょっと急いで動画を撮ってます。コメントでいただいた質問なんですが、ゴム手袋をつけて施術されると思うんですが、手に水がついてる時とか汗をかいてる時どうやって装着するのか教えてくださいっていう話だったんですけど、基本的に私あまりゴム手袋使わないんですね。使うのは、コンドームです。コンドームを破って指にはめて、お尻に指を入れるんですけど、というのもですね、指サックあるんですけども、指1本分ぐらいのこのくるくるっとしたちっちゃいコンドームみたいなやつなんですけど、あれが結構パツパツで窮屈なので、もう使いづらくって嫌いで、結構初めて性感エステやった時から、指にはコンドームをつけてやるようにしてます。で、だいたいいろいろこう前戯した後に指を入れるので、手って結構ローションまみれなんですけど、コンドームの場合は、ローションがついてる方がスルッと入りやすいですね。じゃない、乾いてるとなんかキュキュキュって感じで使いづらいです。で、で汗かいてる時、ゴム手袋を使ってプレイする時はもう最初からつけてますね。なんかいろいろして途中からつけるっていうことはまずありません。なのでゴム手がつけにくいなって思ったことはないです。でも水っぽさがどうしても気になるんだったら、ゴム手の中にパウダーが入ってるものとか、こういったベビーパウダーを使って手をサラサラにしてから手袋をはめてみるのもいいかなと思います。まああんま変わんないかな。もうつけにくいんだったら手が乾いてる状態で最初からつけて、なんかなんやかんやしてみてください。で、私は普段は前立腺マッサージするときはコンドームを指にはめて、でそれでやるんですけど、昔なんかその SM のお仕事を経験されてた女の人に、普段どう指はどうしてるのって言われて、コンドームつけてやってるって言ったら、それはないわみたいな感じで言われたことがあって、逆に、なんでかなと思いました。指一本しか使わないし、破れたこともないし、爪も見えるかな、もともとすごく短いので爪で引っ掛けて破くこともないし、ゆるゆるだから使いやすいし、謎なんですよね、いまだに。で、先日ですね、フィストパックやったんですよ。知ってます？フィストパック。で、その時は、お尻とか玉とか結構ローションまみれで、先にこう軽くアイブした後にこう指を入れてったので、こっちは乾いてて、こっちの手が結構ローションがついてて、確かにこうはめる時に、あ、なんかすっごいやりづらみたいな感じはありましたね。んで、フィストファックする時はだいたい中指入れて、でだんだんこう指を増やしていくんですけど、この間
反応が良かった、指の動きを見せます。2本で見えるかな、こう音聞こえます、このちょっと指と指をこの弾くようなやり方をすると、なんかこれ指多いのが好きな人はあのすごいって言いますね。その何の原理かわかんないんですけど、このパスパスさせるやつはあのお尻反応がいいです。まあ興味がある人は試してみてください。でフィストファックするときに困るのがここね、ここが一番引っかかって入らないんですよね。こう1本2本でこう大体ね、親指も結構引っかかるから、この4本までは結構スムーズに入るんですけど、この親指まで入れると結構難しいですね。で意外とお尻の中ってグーチョキパーできるかなと思ったらできなくって、例えて言うとあのガスのゴムの管がある、管があるじゃないですか、あそこにこう無理やり手を突っ込んだみたいな感じで、こうすごいもう入れた手の形のまま、もう動かせるとしたらこういうこうグイッと曲げてこうとかあんまグーチョキパーはできないですね。この間はこのまま入れちゃったので、そのまま S 字結腸のとこ行っちゃって、 S 字結腸とこうまっすぐ行ってちょっと曲がってるんですよ。だからこの S 字結腸のとこをこうちょい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 って触ってしまって一回それでこのこう行ってこう感じる人がいたんですけど、まあ、その人どうだったかな、わかんないや。でもちょっと私もちょっとあんまり奥まで触るの怖いので、一回手を抜いてもうこういう状態でこういうひねりをこう出血しない感じでやってましたね。ぐー、うん、なんかいっぱいお腹の中がいっぱいになって気持ちいいみたいです。私にはわからない快感なんですけど、クッてクッて、私が聞いたことあるお尻の話、まあ、フィストファックの話で印象的なのは、私じゃないんですけど、一緒にいたお店の若い女の子がなんかおじいちゃんみたいなお客さんで、ここまで手が入ったよって言ってましたね。その子結構背が高い子だったので、腕もそれなりに長かったと思うんですけど、こっからここまで手が入る、どうなってんだと思いましたね。今思えば、だって直腸行って S 字結腸行って横行結腸、上行結腸みたいな、下行結腸こっちかね、こうみたいな、こうか人体の不思議ですね。今日はこんなところです。手袋つけにくいときはパウダーか、そのプレイ始める前から手にはめてムレムレの状態でやってみましょうっていう話でした。ルミでした。